防災減災豆知識、ロープワーク、ツーハーフヒッチ。さまざまな用途に使えるロープを避難バッグに入れておくと、いざという時に便利です。今回は避難生活をするときに役立つロープの結び方についての豆知識です。洗濯物を干したり物を吊り下げたりするのに役立つロープの結び方としてツーハーフヒッチがあります。その結び方は、まず洗濯物を干すために使う木などにロープを一周させます。次に輪の中にロープの先端を上から下へ通します。続けてロープの先端を交差させてもう一つ輪を作ります。ロープの先端を新しく作った輪の中へ通します。最後に結び目をしっかり締めて形を整えれば完成です。木と木の間にツーハーフヒッチでロープを張ることで、洗濯物を干すだけではなく食器を乾かすことにも利用できます。物干しなどに役立つツーハーフヒッチ。